TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。台湾蔡英文総統と EU 議員団が会談、サイバー攻撃への協力で一致。台湾の蔡英文総統は4日初めて台湾を訪問した EU 欧州連合議会の議員団と会談し、政府を狙った嘘の情報やサイバー攻撃に対して協力していくことで一致しました。台湾は中国からのサイバー攻撃やフェイクニュースのリスクにさらされていて、蔡総統は台湾は欧州の友人と経験を共有し、パートナーシップを深化させたい、民主的で自由なライフスタイルを一緒に守っていこうと共闘を呼びかけました。議員団の代表で対中強硬派として知られるフランス選出のグリュックスマン議員は、台湾は孤独ではないと伝えに来たと述べ呼びかけに応じましたが、今後中国政府の反発は必至です。議員団はデジタル担当のオードリー・タン氏とも会談する予定です。それではこちらのニュースについて、現代中国台湾政治がご専門、杏林大学教授の渡辺武さんに先ほどお話を伺いました。その模様をお聞きください。渡辺さん、こんにちは。こんにちは、杏林大の渡辺です。お願いします。さて、今回 EU のヨーロッパ連合議会の議員団が3日から台湾を初めて公式訪問をしていますが、こちらの意義というのはどういったものなんでしょうか。はい、そうですね、やはりヨーロッパにおいて、改めて台湾の自由民主主義の価値というものが確認されたということですね。はい、例えばヨーロッパにおいてですね、皆さんご存知と思いますけれども、中国の脅威、それにどうやって対抗していくかという意識が、非常にこう盛り上がってきているということが背景にあるでしょうね。これに対してその中国側の反応というのはいかがでしょうか。やはり強烈な不快感を示すと思いますし、で一番中国側が恐れているのはですね、台湾問題の国際化なんですよ。はい、今あくまで中国の主張としては台湾は中国の国内問題であると、したがって、第三国もしくは国際機関ですね、こういったものが台湾問題に関与することを非常に嫌うんですね。またヨーロッパにとっての中国の危機感というのはどういったものなんでしょうか。それについてはですね、やはり今回はコロナが一つきっかけになったと思うんですが、はい、それによってヨーロッパが改めて考え直すというのは一つの契機なんですけれども、やはりですね、ああいった一種の独裁体制ですね、権威主義、これが経済力を持ち、軍事力を持ち、で果てはですね、自由民主主義に対して、最近の論調としては、むしろですね、権威主義体制、独裁体制の方が効率的であると、これに対応しやすいというようなことが言われるようになってしまいましたので、それに対して危機感というものが強まっているんじゃないかと思われます。また例えばそのコロナに関しても報告に関して調査に関して協力をしないなど、さまざまな国際協調などの難しいというようなこともあらわになってますよね。そうですね、国際協調体制に対して中国は非常にですね、非協力的である、あるいは別な言い方をしてしまえば既存の国際体制に対して非協力的であって、彼ら自身が新しい秩序を作ろうとするようなですね、こういった傾向も見受けられるということが非常に懸念されます。そうした中、これ、ヨーロッパ連合議会の議員団、明日まで滞在するということですけれども、そこではどんなことが話し合われる予定でしょうか。私もですね、詳細については、まだチェックしきれていないのですけれども、はい、今回の議員団というのは、これはですね、EU の外側からのフェイクニュースですとか、あるいはシャッターの攻撃に対していかに対応するかということを対策を立てるための組織なんですね。で台湾自身が非常に中国からのシャッター攻撃、あるいはフェイクニュースの構成にさらされていますので、その辺に関する、協力体制、あるいは情報交換といったものが中心になるんじゃないかと思われます。はい、すみません、フェイクニュースともう一つの単語が聞き取れなかったんですけど、すみません、シャープパワーですね。はい、シャープパワー、そのシャープパワーという概念は最近しばしば注目をされますが、改めてどういった概念なんですか。はい、一般に国際政治はですね、パワー、力というものを考える場合に軍事、経済といったハードパワーと、文化や魅力といったソフトパワーに分けられるんですが、はい、それとも別な軸としてですね、他国に対する浸透工作、
で、あるいはさらに最近、認知戦、コグニティブウォーですね、と呼ばれるものが、行われるようになっていて、要は相手国の、一般国民世論の中に入り込む、認知、考え方ですね、これを改変してしまおうという試みです。で、こういったものをひっくるめて、シャッファーと呼ぶことができます。なるほど。この例えば、サイバー上でも、あるいはオフラインでも、人々の認知を変えようとする、これは何かしらの情報工作であるとか、メディア戦術というものが行われるということなんでしょうか。そうですね、オフライン、オンライン、いろんな手段を通じて、そうですね、偽情報、フェイクニュースのリスですとか、であるいはですね、相手国の主要なメディア、影響力を持った、いろんな意味のインフルエンサー、こういったものを買収する、もろもろ、いろんな手段と言えます。特に台湾に対しては、その親中派企業などを通じて、ケーブルテレビなどに対して影響力を行使するということも指摘されてましたが、これはいかがでしょうか。実際に行われておりますね。ケーブルテレビもそうですし、あるいは既存の、新聞ですね、これについても、実際かつて三大紙の一角といわれた新聞が親中企業に買い取られてしまいましたし、今回いろいろなことを話し合うということですけれども、では国家を超えたような、例えば連携、あるいは各国でこういったフェイクニュース対策の法律を共同で整備していくことなど、どういった整備などが今後考えられそうでしょうか。そうですね、国を超えたというのは、法体系の整備は難しいと思うのですが、連携協力といったものはできると思います。例えば台湾はすでにですね、ここ数年かなり厳しいシャッパー構成にさらされていますので、ノウハウも作られています。でそれをヨーロッパに提供するということもできるでしょうし、逆にヨーロッパ側もですね、例えばバルト三国などは、中国ではなくてロシアですけども、こちらからの、サイバー攻撃、フェイクニュース構成にさらされているという現状もあります。そういった実際のですね、現場のノウハウといったものをお互いに交換して、で対策を立てていこうという機運が盛り上がるんじゃないかなとは感じています。一方で中国による台湾への圧力はさらに今後強化されそうでしょうか。強まる一方だと思います。その中では、こういった枠組みであるとか検討について、日本政府の動きなどについては今後どういった点に注目ですか。はい、やはりですね、現在の自民党政権の、主な流れとしては、やはり台湾に対して一種テコ入れですね、これを、やっていこうというのが見受けられますので、特に具体的な、国防上の協力ですね、これどこまでやっていくのか、いろんな水面下で行われているというのは、いろんな、断片的な情報が出ておりますけれども、どこまで踏み込むかというのは注目はされるところです。また台湾有事に対してアメリカなどとどういった法的枠組みを共有していくのかということも問われそうですね。そうですね、いわゆる有事法制、あるいは安保法制に関する部分ですね。またサイバーセキュリティなどの問題についてはいかがですか。日台間、対中国に対して、アタック、攻撃を避けるためのものと、先ほどの、認知戦争における対策、それぞれいかがでしょうか。そうですね、残念ながらこの領域についての日台間の協力についてたものはまだ見えておりません。ただですね、台湾がすでに有している枠組みで、これアメリカと主にやっているんですけれども、さまざまなですね、本来であれば、環境保護ですとか、疾病対策などについての経験を共有するための枠組みというのがあるんですね。でそれに実は日本も積極的に乗っかっておりまして、で台湾側としてはそれを通じて今回のフェイクニュース対策、シャッター対策といったものも各国と共有したいというふうに言っております。なるほど。ではそうしたものを、国際協調の枠組みを広げていき、日本も参加をしてルール作りなども、情報共有も行っていくというようなことが今後必要になるわけですか。そうですね、ルール作りはまだ道は遠いと思うのですけれども、情報共有と、対策の共有ですね、こういったものは、行われていくんじゃないかと思います。なるほど、わかりました。渡辺さん、ありがとうございました。はい、現代中国台湾政治がご専門、杏林大学教授の渡辺武さんにお話を聞いた模様をお聞きいただきました。荻上チキ。